きついばい、そこ流れがきつい。な、流されたらよろしくね。そうそう、やめとったがいい、やめとったがいい、下行った、下行ったがいい。してた。釣れる場合、そこも。何も入れサイズではないけど、やつらに見せてから。また色は違う。ああ全然。ここ大体アマゴ詰まってんな。アマゴっすか？違う、ヤマメ。なかなかカジさんが止まらんけん、これは釣れてないばいち言いながら、ああ釣れたら止まるけねえち言いながら上がってきて。いや、何回か当たりはあったつまって、うん、やっぱ水量が多いけん、食い気な魚が。ああ、きれいきれい。ほら見てごらん、サイズではない。うん、ナイス。おい。どけ、登れそう。登れそう、こんくらいの水量。
ああ大丈夫だ。登れますかね。あ、あ、そう、気は滑るば。俺行こうか。ああ、ここかね。うん、いや、うん、さあ、そう、置いと、ほーら、300% いいだろ。次がいい。はい。ここ厳しいね。こっち深くだよね。あれね、あそこの道だと、あそこから。そこ渡れんかな。うん、厳しいな。渡れるか。さあ、もうやった。ここ登るか。危ねえから。これでまあまあすね。俺は飛ぼうと思ったら、あの辺目標で行けんことはない。な、流されたらよろしく、ね。いや、大丈夫。待って、待って、行く。この辺がいいな、この辺。中心が後ろ。ああ、この辺。おお、待った、怖えな。竿持っちゃおうか。竿が一番大事。せーの、よいしょ。いや、
で信用しとったら外れるけんね、これが。木が外れるけん。あお、来た来た来た。お、いいじゃない。ああ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 あいいばいいばバッチリ取るぞバッチリ取るぞすっげえまだら大まだら足元で大まだらが釣れたよこう背中もね黒点がえらい濃いもん痩せとうけど。飯食いよったらどっから買ってきたそのヤマメ。どこの養殖場それ。ねえねえ。それなんでいいじゃないですか。かかります。かかります。何センチ。あら。ないか19そこ出そうブランカーあ、来た来た来た。やった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 。上げた上げた上げた。はい。よし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 。ナイスナイス。上げてしまったけど。相当慌てとった。ダメやで。だ。もっかもっか会長お手本お願いしますうわーくそーシャドウかって思ったなんかいいことあるんだよかき巻き中すげえなやっぱ上から見ても
どうぞ。そこ。打ち抜きやった。パンパン。あらパンパン。かっこいいね。いいですね。ちっちゃいけど。まだ諦めが悪いぜ。終わりかな。そう。3年前警察に行った時俺ここで一日来たもん。あ、そうなんだ。次はいい。うん。最後。向こう側にやろうと思って、この辺から行った。富澤。初下はどうやったっすか、初下は。初下は。初下は。いや、水が綺麗で。いやー、2回バラしたから、白、初心者やね。うん。綺麗。整えとくんで。初心者、はい、初心者ね、新入り、新入りはもういきなりいっぱい来たいけんね。はい、もう一匹来たらもう。そうですよね。上等。上等です。でもみんな釣れなくてよかった。ああ、俺が50匹ぐらいしか釣れないかな。なんか50匹も釣れない。まあ俺あんま言いたくなかったないけど、俺が一番大きいの釣ったけど。あんま言いたくないです。あの洋食屋さんから買ってきたやつやろ。疑いが。洋食疑い。昼ご飯時。